はい、どうも、食べ物をむさぼるものです。はい、ちょうどね、まあ大会から、まあ10日間ぐらい経ちましたね。体重がやっと落ち着きました。マックス11キロ増えて、大会前日で58キロだったんですよ。で、69キロまで行って、今 65.5 キロぐらいまで、やっと落ち着きました。はい、これがいつものプロタンです。はい、だいぶね、変わって、結構それでバズって、まあ、ある TikTok の動画がめちゃめちゃ絞ってね、スモークチキンとかさ、痛々しいとかさ、どうやったらこんな人間絞れんのっていうコメントがすごい多くて、まあ俺の中では、まあスイッチをね、ネジをポイって飛ばすんですよ。そしたら絞れていくの。そんなのわかんないじゃん。これすげえいい曲考えたと思って、俺にしかできない曲考えたと思って、今ね、めちゃめちゃ食欲やばいんですよ。これでも胃がどんどん伸びてって、いや、わかるかな、減量末期って胃がね、今でもわかるんですけど硬いの。こんなカチカチな鉄な感じ、鉄でこれぐらいの小ささで、減量終わった後って、ほんとゴムみたいになって、ウィーンって伸びてって、いくらでも入れる状態なんですよ今で。そっから徐々に徐々に日が経つと、まあ、ある程度のゴムの硬さに戻るのかなみたいな。はい、相模オリジナルで結構伸びてる状況だから、めちゃめちゃ食えんので、今日ある企画考えて、じゃあマジで食いたい、マジで食いたい、マジでマック食いたい、今。1日かけて、今朝の9時なんですけど、1日中食い続けると。で、俺、マジで、まあ、皆さん、分かってくれると嬉しいんですけど、絞りのプロじゃないですか。こんなとこまでいかないし、普通。俺、マジで絞るの超うまいんですよ。うまいというか、まあ、ネジ外せちゃうんですよね。だから、まあ、太れんのも、で、俺太っていくし、普通に。あのさ、ガチの大食いの人たちってあれ、おかしくない体。意味わかんないじゃん。あんな5キロとか食ってさ、なんも、脂肪つかないじゃん。あれ意味わかんないでしょ。で、俺は脂肪つくのよ。こういう風に。腹も見て、こんな感じで、まあ、普通の人がうっすら腹筋あるけど、脂肪ついていく人間ね、皆さんと同じなんですよ。だから、今日いいか考えて、マックで死ぬほど食べた翌日、明日ね。今日はマックを一日食べる。ハイカロリー。で、明日、鶏のささみ、今、ちょっと用意してる。これ鶏の胸肉なんですけど、今用意してるんで、明日鶏のささみを一日中食い続ける。もう逆、もう超低カロリー、明日1000キロカロリーいかないと思う。で、今日は超高カロリーで、こっちはめちゃめちゃ運動する、今日もめちゃめちゃ運動する。3日後にどっちが勝ってるか、太ってないか痩せてるか、ちょ、やっていきたいと思う。マジで。俺今回の減量で1日5000キロカロリーめちゃめちゃ爆食いした時取ってたんですよ。え、それは二日でマイナスにできたの。だから今回もっといけると思うんで、もっと代謝ね、もうめちゃめちゃやばいんで、代謝がどんどん上げてって、一気に落として、一気に代謝の分、脂肪を燃やせるんじゃないかなっていう、ちょっと俺の戦いが、ちょっとね、検証してみたいんですよ、これ。で、もう俺にしかできないと思う。だから明日、ささみでめちゃめちゃもう究極の減量して、今日絶対太ってるじゃないですか、明日は。で、明後日絶対痩せてるんで、その誤差が 200g 以内だったら俺の勝ちということにさせてください。はい、体重まで上がってみましょう。ちょっとこれすげえ楽しみ。はい、67増えてます。こういうの気にしない。うん、どうせ絞って痩せるんだって思えば、こういう誤差気にしない。今日は1日食べるぞということで、マジで楽しみなんだけど。楽しみ。M に挟まれてる。うわ、これマジ重たい。めちゃめちゃもうさ、もうがむしゃらに頼んできちゃったんで。うん。見てるだけで幸せだもんね。もう有酸素2時間ぐらいして、鮭2切れとブロッコリー1房。その生活だったんで。もうさ、この、音がやばくない？音でさ、めちゃめちゃね、寝れちゃうよ、ほんとに。うわ！うわ、今度赤い M！ うわ、こう立てて、攻撃表示で。そして何頼んだっけかな？こうのいいんだ、この、なんかめちゃめちゃペーパー入ってる感じ。これでうんことかね。この匂いやばくない？こうさ、頭とかに被んなかった、小さい時。うわー、やば。じゃあこちら。もうね、今日はね、シンプルに、ダブルチーズバーガー軍団でね、攻めていきたいと思います。ちょっと待って、この色やばくない？え、何？炙り醤油風ダブルチーズバーガー。煮カツダブルビーフ。パンケーキだ。チキンナゲット。開けていこう。うわ、やばい。誕生日プレゼント的な感覚、小さい頃の。このフォルムだよ。うわ、胃がギルギルって、胃がギルギルって。ちょっと待って、やばいやばいやばい。うーわ、はみ出て。これ
やばいね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,9個だから1個5、これチーズバーガーが、はい、457kcalです。サムライマックカロリー 625kcalだ。 6000kcal 1日で、明日は 1000kcal 未満だから2日で 3500kcal だから、計算的には 3500kcal だったら運動量とさ代謝内なんだよね。うわ楽しみ。パンとか、うん、マジでうまい。何この酸味と肉汁とこのパサパサな、ちょっとさ、いい意味で安っちいパン。めちゃめちゃ高機能なハイスペックな車じゃなくて、めちゃめちゃパターンめちゃ古いんだけど頑張ってさ改造してハイスペックに追いついてる感じの、この頑張ってる感じがマジで大好き。朝からこのマックやばいわ。なんでこんなうまいんだろうね。うわ。チキンナゲット食べていいですかね。うわ、これ君に決めただよ。なんならこの小学校低学年時代を思い出すこの味。思い出せるっすか？思い出みたいになってんじゃん、もう味が。だから冷え切ってても、出来上がりでも思い出が記憶するからうまいのよ。出来立てで家族で買って食べるよって言ってね、今日夜ご飯ごめんねって言って、出来立て食べるマックの味。で、冷え切ってたとしても、おばあちゃんち行ってさ、なんか、おばあちゃんち入ってリビング開けたらさ、なんかマックがさ、まぁ、ちょっと、火置いたマックが置いてあってさ、これ食べていい？食べていいわよ。でも、結構もう、冷え切ってるわよって食べた時の、冷え切ったマックの味。バーベキューソースでやろうか。やばくない？これ。すごいしっかりこの低段差でバリアフリーがしっかりされてる感じで。光がすごいセサミの匂いが突き抜けて、ダブルチーズバーガー全然、種類が違う。うまっ。あ、全然違う。俺とマッキン言うぐらい違う。別物だ。でも、こんだけ食べても、ちゃんと筋肉つけて、めちゃめちゃ運動して、この日のためにいっぱい食べるぞっていう生活をすれば、マジで、まあ、極論何食っても太んないですよ。ずっとこれをね、まあ、例えば1日2日3日って食い続けたらそれは太るけど、1日いっぱい食べるぞ。で、このメリハリが大事なんだよね。で、次の日はマジで痩せてやるぞっていう、この思い。おい、お前マジ燃えるぞっていう、この体に。もう死ぬぞ、死ぬか生きるかみたいなレベル。ほんとそんな感じ。お前これ明日太ってたらお前もう生きていけねえぞっていう。そんな感じで次の日絞ると一気にスイッチ切り替える。でもそんなことばっか考えてたら今のこの食事っていうのが、うわ、明日地獄だとかさ、美味しく感じれないから、もう一瞬一瞬が勝負なんだよ。この一口一口を全開で楽しんで食べる。そして明日になったら切り替えて、全力でその瞬間脂肪を燃やす。このメリハリ。そしたら明日脂肪燃やしてる時に、また明日食えるぞっていう。マイナスがあるからプラスを見出せるっていうね。これはマジで体重維持のコツだと思う。痩せはしないけど。米が欲しいね、これ。
はい、ということで今時刻が、今から筋トレ行ってきます。筋トレ前のプレワークアウト。まあ、プレワークアウトって筋トレ前の食事みたいなもんだよね。焼いていきます。ジブリ飯上位互換。これ上からかぶせて、うわ、バンズが熱い。見て、チェケラチェケラしてる。はい、もうここでもう食べたもん全部燃やす覚悟でねやっていきましょう。皆さんも食べて辛いよね、食べて血糖値上がってポカポカしてもう眠りたいよね、でもそしたら脂肪が足ついてるよ、見にくい体になってる、足体重乗った時に自分の想像の 2.5 倍ぐらい増えてるよ、そういう気持ちになってね、もうマジで燃やす。まあ具体的な数字はまあ2時間半筋トレですかね、4、50セットぐらい筋トレして、まあ、これぐらいの高強度でね、で最後有酸素1時間半ぐらいありますね、階段40分のあのウォーキング60分ぐらいで、はい、合計3時間半はい、おはようございます。今10時18分、マジ目がさ開かない組みすぎて、こっからが勝負。じゃあまず体重測っていきましょう。はい、思った以上に増えちゃった、すげえショックです。はい。すげえショックです。ここで焦っちゃダメ。もうここで、俺も今ちょっとショックで、うわ、68ぐらいだと思ったから1キロぐらい。1.4 キロも太っちゃった、昨日より。マジで今体脂が燃えてる状態だから、明日、明後日で体重でぐわーっと落ちていくんで、ここが勝負なんですよ。ここで低カロリーにして、運動、まあまたね、昨日みたいにめちゃめちゃやると、ほんと燃えていくんです。何が言いたいかっていうと、こんだけ食べても痩せていくんで、やっぱ痩せたい人ってめちゃめちゃ多くいると思うんだよね、俺が思ってる以上に。で、その中でも間違ってるダイエットしてる人いっぱいいると思うんだよ。俺もちょっとむちゃくちゃでエンタメ、ない、ことしてるけど、何が言いたいかというと、食べてください。食べて運動して体型を維持してください。マジで感情もおかしくなるし、俺体験談でね、あそこまで絞ってさ、なるし、イライラするし、人間も変わるし、マジで人生終わりますよ、食事で。だから何が言いたいかというと、食べて痩せてください。食べて運動して、その分エネルギーを。そうすればマジで豊かになる。変にさ、もう、吐いたりとかさ、あるじゃん。鳥のささみ生活。誰だって太るよ、次の日はね。その次の日、もう3日間、4日間をワンセットとして考えた方がいいです。体重の数字をね、減らすことにマジで価値がないことほどない。やっぱ体変わったりね、綺麗になったりっていうのは価値はあると思うんですけど、体重の数字を落とすってことは、マジで価値はないと思うんです。そういう人ってさ、体重にとらわれてさ、数字、うわ、今日もノルマ達成できなかった。もちろん、ボディメイクとか大会出る人はあるよ。あ、何かしら。でもさ、日常でさ、それにとらわれて、じゃあ今日はもうご飯抜きだ。しよう、デートの食事、ちょっと頼まないしようってやってると、マジで、人生崩壊するんで、こういう、もうマインドに入っちゃうじゃん。だから、こうやってどんだけジャンク食べても、その2日3日で取り戻しますよっていうね。苦しい思いして、汗水な、流して、うわ、お腹すいた。で、また食べて、それが一番幸せなんだよね。で、それより知っていくんで、これ、自分に合わないみたいな。で、今これ食べて、苦しいと思うじゃないですか。また明日好きなもん、まあ明日、明後日好きなもん食べれると思ったら、今日は輝くんだよね。マジで、このプレミネ生活の方が。今日は1000キロカロリー以下にも入って、まあ運動も昨日と同じような感じで。今日忙しくて全部してないかもしれないけど、ちゃんとやりますんで、みんなのために。脂肪を、正しく燃やすことに導くものなんだよ、俺今。この食べ合わせね、マジでおすすめなんでやってほしい。人参とオクラ、これは電子レンジチンして。で、鶏のささみね。で、ブルーベリーとマンゴー。これ、ぶどう酢かけるんだよ。
特急ザフィールド乗り越え4号台。今日の最後の夜飯がもうこんだけ、マジや。まあ腹ね減ってんだけど、減量末期に比べたら全然大したことないですよ。しっかり寝れるっすね。うん。もう2本だけか。はい、おはようございます。3日目の朝です。体こんな感じです。頼む。あれ？67.4? あれ俺体重何だったっけ？3日前あれだったよ。あれ ?6 日前何だっけ？でもさ、68.5 ぐらいありましたね、昨日。で、何キロぐらいしてんすか？今日の気をつければ、プラマイゼロになってるはず。ね？こういうことなんですよ。2日でマジで着物センス、どんだけ爆食いしても。はい。今日また別に、マックとか大食いしないで、その生活して、運動すれば、明日またね、多分体重減ってますよ。これがほんと伝えたい。ぜひね、無理なダイエットやめてください。食べないみたいな。勝ちということにしとこう。はい。ということで、ささみとマック対決。俺の勝ちだ。ありがとう。皆さんも運動しっかりしてね、食べてください。はい。そんな、絶対太んないから大丈夫、大丈夫。今日いっぱい食べちゃう。ね。我慢しない。いっぱい食べる。苦しいよ、食べない日々人生は。未来ない、明るくないよ。もう暗闇だからね、本当に。何も楽しくないし、誰とも悲しくないし。気をつけて、俺みたいになんないでね、減量末期の。食べて、しっかり運動してね。うん。ありがとう。それが言いたかった。